こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ミニマリストの冬服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。普段からですね、僕はファッションの情報を皆さんにお届けしているわけなんですが、ついついですね、いろんな魅力的な商品をおすすめしているとですね、僕自身も本当にいろんなものを買ってしまいますし、見ていただいている方も物が多くなってしまうこともですね、少なくないかなと思うんですね。そんな時に原点回帰じゃないですけども、なるべく少数精鋭のアイテムだけで心地よく自分の手の届く範囲だけでお洋服を楽しむという考え方、めちゃくちゃ重要だと思うんですね。そんな時に参考にすべきなのが、ミニマリストの存在かなと思っています。ごくごく少数の自分にとって非常に気に入ってるアイテムだけをですね、しっかりとまんべんなく回していくというライフスタイルは、僕は非常に憧れがあってやってみたいなという思いはあるんですが、どうしても仕事柄いろんなお洋服を経験しないと皆さんにですね、リアルに語ることができないので、僕自身のライフスタイルはミニマリストとは縁遠いんですが、ただ考え方として僕の根本にはミニマリスト的な部分がありまして、例えば僕のオフの着こなしに関してはかなりアイテム数も限られてるんですね。あんまりたくさんの服を所有をして毎日違った着こなしをしたいというような欲求がなくて、アウターであればこの 1,2 点あればいいなとか、ボトムスはこの1本あれば大体のスタイルに合うなとか、あと靴に関してはこの2足ぐらいでいいでしょうみたいな形で、ある程度気に入ったものだけでですね、クローゼットを構成するようにしているので、その点ですね、根本はミニマリスト的なところがあるのかなと思ってるんですね。そんな僕自身が仮にミニマリストだとしたら、どういったアイテムで冬の着こなしを構成するのか、具体的に5つのアイテムをですね、皆さんに共有したいなと思っていますので、ぜひ皆さんも服多くなりがちで、もっとコンパクトに楽にファッションを楽しみたいなという時には、今回の動画一つの参考にしていただければなと思っています。ちなみに僕のミニマリスト系の動画というのは、これまでのものも見ていただければわかるかなと思うんですが、あくまでファッションの専門家としての視点で、ユニクロや無印とかでもある程度買い揃えることはできるんですが、コストパフォーマンスの面だけではなくて、着ていて満足度が高いかどうか、少数精鋭のアイテムだからこそある程度の満足感だとかこだわりを詰め込む必要もあるかなと思うので、そのあたりはですね、一般的なミニマリストの方とはちょっと違ったアプローチになってくるかなと思うので、その違いも含めてですね、ぜひ皆さん楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にミニマリストの冬服ですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目は冬の着こなしの中で主役になるようなアウターから行ってみたいなと思います。アウターといったら皆さんにも何度もお伝えしている通り、ロング丈のコートなのか、もしくはスッキリとした着丈でなおかつスポーティーで、あったかさで言うと最強のダウン系なのか、この2択になってくるかなと思うんですが、個人的にはミニマリスト志向の方にはやっぱりですね、後者のダウンですね、このあたりを持っておくことをお勧めしたいなと思います。ただダウンといってもですね、結構ガッつりとした本格的なダウンだと、冬はいいんだけども、それ以外の季節は意外とオーバースペックすぎて使いづらかったりするかなと思うんですね。なので僕はですね、ダウンの中でもライトめなダウンか、もしくは中綿のアウター、このあたりで十分なんじゃないのかなと思います。具体的にちょっと一つ紹介したいなと思ってるんですが、こちらですね、アーバンリサーチで取り扱いのあるですね、別注ナンガドアーズインナーダウンというものですね。これはですね、ここ数年毎シーズンやっているものなんですけども、かなり使い勝手がいいんですね。本格的なモコモコのダウンというよりは、インナーダウンという形になっているので、そこまでですね、がっつりとしたダウンではなくて、この上にですね、ロング丈のコートなんかを着ても使うことができるような、そんな立ち位置なんですけども、だけどもこれをですね、アウターとして着ても全く問題ないぐらいですね、しっかりとした暖かさも担保できるかなと思っています。ナンガといえばですね、僕もキャンプやってるんですけども、キャンプやる方にとっては結構憧れのブランドで、国内の寝袋専門専門ブランドなんですが、結構ナンガのですね、ダウンを使った寝袋ってめちゃくちゃ高いんですよね。もう本当に気軽に買えるようなものではないんですが、そういったこう寝袋作りにおいて最新の技術を誇るナンガと、セレクトショップの中でも定評のあるアーバンリサーチですね、この2社がコラボレーションして作ってるのはこちらのダウンなんですが、デザイン的にもスッキリとしていて、まさにミニマリストらしいですね、デザイン的にもミニマルな1枚に仕上がっていまして、すごくこれはバランスがいいなと思っています。カラー展開も豊富なんです。
ですが、個人的にはブラックですとか、もしくはカーキですね。このあたりなんかがおすすめかなと思います。襟元がノーカラーになっていてスッキリしているので、意外と重ね着がしやすいんですね。例えば内側にですね、シャツを着てもいいですし、あとはニットだとか、スウェットだとか、そういったものを着てもいいですし、まあ、パーカーなんかで合わせることもできたりするので、これはすごく使い勝手がいいんですね。で、ダウン特有のステッチですね。これが表面に見えないようになっていて、本当にシャープな作りになってるんですよね。まあ、このあたりも含めてすごくバランスがいいなと思うんですね。あとはこの下に何を着るのかで季節に結構応じることができるかなと思ってまして、ちょっと秋の終わりから冬の始まりくらいであれば、ロンティーの上にさらりと着るぐらいでもいいと思いますし、もっと寒くなってきたらスウェットの上に着るだとか、まあ、さらに寒くなってきたらシャツ着てスウェット着てその上に重ね着するだとか、もっと寒くなってきたらもう本当に内側ですね。ユニクロの極暖とかを着ていただきながら合わせていただければ結構長い季節使えるかなと思うので、まあ、このあたりでも十分なんじゃないのかなと思います。あとはですね、もう一つおすすめしたいのはこちらなんですけども、まあ、ダウンで定評のある体温ですね。まあ、シップセニーが別注をかけている体温のダウンキルティングミリタリーブルゾンですね。このあたりもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、いわゆるこうダウン特有のモコモコ感があるものではなくて、まあ、キルティングジャケットのような見た目になっていまして、キルティングもですね、こう、氷炭型になっているところが、ちょっとこう、ミリタリーライクなアプローチで、個人的には男らしくて、なかなかいいんじゃないのかなと思っています。まあ、これもボリューム感満載で、がっつりあったかいというわけではなくて、まあ、内側に何を着込むか次第で、体温調節していただきたいなと思うんですが、まあ、これぐらいの暑すぎないダウンぐらいの方が、割とですね、秋の終わりから、春のちょっと手前ぐらいまで着ていただけるので、着れる期間としては長いのかなと思うので、洋服の数を減らしたい方には、まあライトですごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあアウターは特にかさばるので、そんなに量は持ちたくないという方には、このあたりのナンガドアーズのインナーダウンだとか、体温のキルティングミリタリーブルゾンだとか、このあたりは結構使いやすいかなと思うので、まあぜひチェックしていただきたいなと思っています。まあちなみに僕の私物もですね、ちょっとだけご紹介したいなと思ってるんですが、こちらですね。昨年購入しましたダイワピアのですね、こちら中綿のアウターになるんですね。これがですね、去年結構来ました。で、これはですね、もう見た目としては結構ダウンに近いんですが、スタンドカラーになっていて、丸みのあるシルエットですね。少しゆったりめのシルエットになってるんですが、ダウンじゃなくて中綿なので重たくないですし、価格帯的にもちょっとダウンよりも抑えめになるんですね。結構ダイワピアのダウンになってくると9万円とかかなり金額いってしまうんですが、中綿であれば結構5万円台とかで買うことができるので、まあ、個人的にはこれすごく気に入っていて、まあ、十分だったなと思って去年使いました。まあ、ダイワピュアだとか、テアトラだとか、このあたりは、まあ、おしゃれが大好きな方にとっては非常にですね、評価の高いブランドで、なおかつ結構ミニマリスト的にも一着持っておくとすごくバランスがいいなと思うようなアウターなので、よかったら頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目のですね、冬のミニマリストにお勧めしたいアイテムなんですが、今度はアウターの内側に着るものになってくるんですが、まあ、僕の動画の中で冬のですね、トップスといったらやっぱり欠かせないのがニットなんですけども、まあ、ミニマリストの方にお話を聞くと、やっぱりニットよりももうちょっと手軽に着れるものがいいという方が圧倒的に多いんですね。まあ、そんな時に結構僕の中でご提案したいなと思っているのがこちらなんですね。スウェットです。まあ、スウェットというと結構カジュアルなイメージが強いかなと思うんですね。特に僕ら世代だと、まあ、スウェットイコール部屋着だとか、なんか学生っぽいみたいなイメージがあるかなと思うんですが、まあ、そういったイメージ、確かに今でもあって、そのままになってしまうこともあると思うんですね。失敗すると。だけども、選び方次第で結構ですね、大人世代にもハマりやすいものもありますし、あとはミニマリストのライフスタイルにも非常に合いやすくて、気軽に手入れもしやすいので、やっぱり1枚持っておくのも便利なんじゃないのかなと思っています。という僕自身もですね、ニットをすごくお勧めしてるんですけども、たくさんのものを買いすぎてしまって、その反動で最近はスウェットが大好きなんですね。この秋冬に入ってから早くもスウェット3着買ったわけなんですが、なかなか使いやすいです。まあ、ミニマリスト的なライフスタイルにも合いますし、気軽に取り扱いもしやすいので、まあ、非常にあると便利なアイテムかなと思います。まあ、ちょっと具体的なものもご紹介したいなと思って、まあ、こちらをご紹介しようかなと思うんですけども、
ども、ビューティー&ユースのクレープフリーススウェットクルーというものですね。まあ、これに関しては従来のスウェットのようなカジュアルさというところが結構削ぎ落とされていて、まあ、モダンでシャープなイメージも出てくるので、まあ、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、本当に商品の説明欄にもですね、シンプルミニマルなデザインを意識したというところを抱えているぐらいですね、まあ、まさにですね、ライフスタイルにぴったりな一枚になっているかなと思います。まあ、カラー展開3色なんですが、モカとダークグリーンですね。このあたりがバランスがいいんじゃないのかなと思います。アウターをブラック選んだら、やっぱり内側は少し色の変化を出したいなということで、まあ、ダークグリーンなんかは、ほぼブラックに近いような濃さがありつつも、少しグリーン味がかっているので、色の違いも楽しめますし、これまたなかなかいいカラーだと思いますし、モカに関しては、ベージュとブラウンの間ぐらいの色合いで、これまたですね、ブラック系のアウターですね、特に似合いやすいかなと思います。で、この素材感はですね、まあ、スウェットというとすごくカジュアルなイメージが強いかなと思うんですが、表面にはですね、柔らかな微光沢があって、適度に品よく見えるんですね。このあたりがなかなかバランスがいいなと思っていまして、スウェットなんだけども上品に見えるというところが、もう大人世代にはもう必須になってくるかなと思うんですね。まあ、特にダークグリーン、モカに関しては、この生地の色合いがすごくわかりやすく表現されるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいですね。まあ、ロンティーの上にこのスウェットを着てもらうだとか、あとはもう本当に寒くなってきたら、下はですね、ヒートテックの極暖着てもらったりだとか、先日ご紹介したインティーのですね、ロングスリーブバージョンですね、こちらを着ていただいたりだとか、まあ、このあたり合わせてもらえば、まず間違いがないかなと思うので、非常に使い勝手のいいですね、トップスになってくるかなと思います。このようなスウェットというのも意外と使えるシーズン長いんですよ。で、例えば秋にも使えて、冬にも使える、なおかつ春先にも使えるということで、非常にですね、長い季節使えるというところでは、まあ、ニットに負けないぐらい使い勝手がいいので、綺麗めなスウェットは意外とニットと近しいぐらい使いやすいということも、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。最近ではニットの中でも結構スウェットライクに振ってあるものもあったりして、結構このニットとスウェットの関係性が、まあ、近づいてきてるのをすごく感じてるんですね。ぜひ皆さんもこういった綺麗めなスウェットというものをですね、ミニマリストの着こなしの一部としてご活用いただければなと思っています。ちなみに僕が最近買ったのはこちらですね。フレッシュサービスというですね、ドメスティックブランドのですね、スウェットなんですね。これはですね、ずっと僕も探していた一枚で、欲しいなと思った時に在庫切れになっていて買えなかったんですが、最近ですね、ちょっと新型で出たので、もうこれはですね、もう即座に購入したわけなんですが、まあ、サイズ感で言うとかなりワイドです。身幅がすごくたっぷりで、着丈も長い、もう長すぎるぐらいなんですが、まあ、スウェットをですね、単体で着た時に部屋着っぽく見せないためには、このようなトレンド感に振り切ってるのも意外と面白かったですので、個人的にはこれですね、早くもガンガン着ています。なかなかですね、人気のアイテムですぐに売り切れてしまうかなと思うんですが、まだギリギリ在庫は残ってる可能性もあるので、一応リンクは載せておきますが、フレッシュサービスというですね、ドメスティックブランドが抗ウイルス素材のビブテックスというものを使って作ったスウェットになっているんですが、まあ、ロゴの使い方ですね、胸元にちょっとだけ入ってる部分だとか、あとはですね、左の袖部分にですね、ちょっとした刺繍が入ってるのもですね、着こなしの程よいですね、アクセントになっていて、まあ絶妙なんですね。ラグランソイだとか、あとはダークグレーの色合いも含めて、もう完璧なスウェットだったので、個人的にはこれ結構一押しだったですので、まあ合わせてチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、同じくトップスですね。トップスの中でも内側に着るものですね。ニットもしくはスウェットというところで、今回はスウェットをご紹介しましたが、やはりもう1枚ぐらいはですね、綺麗めなトップスも用意をしておいた方がいいかなと思うんですね。まあ、ミニマリストの着こなし、どうしてもカジュアルなものが多くなりがちなんですが、まあ、その中でも引き締めるという意味では、このようなシャツですね。一枚あると便利かなと思います。まあ、今回ご紹介したいのは、まあ、以前もこれ取り上げたことがあるんですが、シップセーニーのリラックスレギュラーカラー長袖シャツのですね、色はライトブルーですね。この色合いがやっぱり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ライトブルーもしくはストライプ系ですね。このあたりがやっぱりこうミニマリストのライフスタイルにも合うし、僕自身もやっぱり欠かせない一枚だなと思っていまして、まあ、自分のブランドでも展開してるぐらい気に入ってるのがブルーだとか、あとはストライプ系のシャツなんですけども、結構ですね、このあたりのアイテムというのも一枚持っておけば季節問わず使えるというところが非常にありがたいところなんですね。もちろん秋に使えて、冬は重ね着のパーツで使えて、春にも使えるということで、夏以外全部使えるというのが非常にいいんですね。まあミニマリストのライフスタイルを考えた時に、まあ、季節ごとに素材感を微妙に変える
るというのはあんまりやらない方がいいなと思っていて、まあ、コットンをベースにしたようなシャツというのは基本的に季節感関係なく使えるので、まあ、枚数そんなに持たなくてもいいのですごく便利なんですね。ライトブルーのシャツだとモノトーン系の着こなしの中にパッと明るさを出してくれるのですごくバランスがいいのと、相性もブラックとも非常にいいのですごく使い勝手がいいんですね。しかもこのあたりのシャツというのは毎回ピシッとこうシワを伸ばす必要がなくて、適度なシワも含めて楽しむことができるので意外と気使わなくていいんですよね。僕なんか結構ズボラなので、カジュアル用のシャツをアイロンすることってほとんどないですね。もちろん洗濯をした後にはシワを伸ばしたりはするんですが、あとは毎回着るたびに洗濯するわけではなくて、まあ数回着て洗濯するぐらいなので、そこまでですね、シワも気にすることなくガンガン活用しちゃうので、まあ意外とそこまで気使わないかなと思っています。先ほどご紹介したような中綿のアウターだとか、あとはダウンだとか、そういったものを内側に着てあげるのもすごくいいかなと思うので、まあぜひこういった綺麗めなシャツですね、サイズ感少しゆったりめのものの方がまあ現代的でより合わせやすいかなと思うので、こういったものもぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目行ってみましょうかね。4点目はですね、ボトムスに行きたいなと思ってるんですが、まあもう皆さんにとっておなじみのこちらですね。ユニクロのタックワイドパンツのブラック。これじゃあちょっとつまらないですよね。これ間違いなくですね、ミニマリストにとっての名作で、もうこれでももちろんいいんですけども、ちょっとひねりたいなということで、まあこれをですね、アップデートするとどうなるのかっていうところで、今回はこちらをご紹介したいなと思います。ローワーケースとグラミチのコラボレーションで作っているですね、ワイドテーパードスラックスですね。まあ、これはですね、まあ、いわゆるコラボ系のアイテムになっていまして、グラミチといえばクライミングパンツの中ではすごく有名で、アウトドアブランドながらもですね、最近いろんなブランドとコラボレーションしながら、まあ、またちょっと違ったアプローチのボトムスをですね、いろいろとリリースしてるわけなんですが、まあ、ローワーケースというですね、まあ、この名前自体もファッションが好きな方であればですね、結構馴染みがあるかなと思います。元ビームスのクリエイティブディレクターの梶原さんが、まあ、独立をして立ち上げたコンサルティングファームなわけなんですが、まあ、いろんなブランドとのコラボレーションをしながらデザイン面のプロデュースなんかをされているわけなんですが、ここが絡んだものってめちゃくちゃ名作が多いんですね。例えば僕自身もですね愛用していましたセイコープロスペックスだとか、あとはですね最近ではナバルウォッチですとか、そのあたりも非常にですねクオリティが高くておしゃれが好きな方を満足させるような、そういったものをしっかりと作っていくようなイメージがあるのがローワーケースというですねクリエイティブ集団なわけなんですけども、その2社がですねコラボレーションしているこちらのボトムスなんですが、実は僕もすでにこれ1本持っています。色はブラックとチャコールグレーがあるんですけども、個人的にはチャコールグレー結構いいんじゃないのかなと思います。とは言ってもこのチャコールグレーめちゃくちゃ濃いんですよ、まあ、ほぼブラックにしか見えないぐらいのチャコールグレーで、僕はこういうチャコールグレー大好きなんですよ。まあグレーといっても明るめのライトグレーもあれば、まあミディアムグレーもあるしチャコールグレーもあるわけなんですが、その中でもう最もシャープに見えるチャコールグレーというのはブラックほど重たくはないんだけども、都会的なシャープなグレーというところですごく好きなカラーなんですね。これはめちゃくちゃ気に入っています。でシルエットとしてはワイドめのボトムスになっていまして、まあ、腰回りとかもも回りには適度にゆとりはあるんですが、膝から下にかけて微妙にこうテーパードかけてるんですね。このあたりもやりすぎないテーパード感なんですね。これこうギュッと細くなってしまうとちょっとなんか今っぽくなくなってしまうんですが、このあたりはワイド感があるんだけども大人でも履けるようなグラミチというところがテーマになっているので、非常に美しいシルエットになっているんですね。で素材使いに関してもやっぱ大人っぽいですね。ウールポリエステルのミックスされた生地をですねセンタープレス入れながら使っているので、すごくね見た目としては綺麗めなんですね。だけどもウエストにはですねいつも通りベルトで調整できるような部分があったりだとか、ベルトレスで使えるというところも含めてミニマリストにはもう最適な一本だなと思います。で今回ですね、まあ、ダウン系とかアウター系はブラックを想定しているので、まあ、ボトムスをブラックにしてしまうのもミニマリストっぽくていいんですが、まあ、ちょっと色味を変えてダークグレーぐらいにしてあげるのもすごくですねモノトーンでハマりもいいと思いますし、重たくなりすぎないのでいいかなと思うので、結構このダークグレーを押したいなと思いますね。まあ、ユニクロのタックワイドパンツの、まあ、上位互換バージョンとして使うことができるかなと思いますし、まあ、非常に完成度が高い一本なので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。もちろんこれだとちょっと高いなという場合はユニクロタックワイドパンツで全く問題がありませんので、そちらで代用いただければなと思っています。
はい、続いてラスト5点目はですね、靴、その中でもですね、やっぱりミニマリストと言ったらスニーカーかなと思うんですが、今回はですね、こちらをピックアップしたいなと思います。先日の動画の中でもご紹介しました、アディダスの BW アーミーですね。まあ、こちらがやっぱり使い勝手がいいんじゃないのかなと個人的には感じています。まあ、ミニマリストの着こなしってこれまでご紹介した通りですね、結構色が濃いですね。ブラックだとかダークグレーだとか、そのあたりを使うことが多いんですね。なので単調になりがちだというところがあるので、まあ、足元だけでもですね、ちょっと清潔感があって、パッと華やかな印象にもなるですね、ホワイト系のスニーカーを持ってくるのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、このあたりのジャンルで言うと、例えばオールスタークップだとか真っ白で本当に清潔感満載なものもあるんですが、そうするとちょっと汚れが目立つとですね、どうしても履きづらくなるんですが、一方でジャーマントレーナーっていうのはその部分もちょっとこうブラウン系になっているので、まあ、そこまで気を使わなくていいのと、あとはアッパーの部分に通常のレザーとスウェードが使われていたりしていて、少し切り替えがある分ですね、汚れもちょっと目立ちにくいですし、このレトロな雰囲気だからこそちょっと汚れたぐらいの方がかえってかっこよかったりするのがジャーマントレーナーの魅力かなと思うんですね。僕自身もですね、ジャーマンはいくつか持っているんですが、長いものだと6、7年ぐらい使ってるぐらいですね、まあ愛用していて、結構くたびれ感も含めて味わいに感じるので、意外とホワイト系のスニーカーの中では扱いがしやすい類かなと思います。ですので、このような BW アーミーでちょっとですね、明るさを取り入れながら、なおかつ着こなしどんなところにもハマるというところでは、このようなジャーマントレーナーすごく使いやすいかなと思います。価格も 15,400円ということで、高すぎないというところも含めてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、まあ、僕自身がじゃあ何を履いてるのかっていうと、ミニマリスト的な指向性のですね、普段の僕はですね、最近こればっかり履いてますね。はい、結構近しい部分があるかなと思うんですが、同じくアディダスのサンバですね。サンバに関してはもう本当に疑っていましたね。これがなんでそんなにヒットするんだろうと思っていて、昔から知っているモデルだったんですが、まあ、改めて履いてみると、まあ、汎用性が高いんですよ。何にでも合わせやすいんですね。まあ、その中でも黒サンバはすごくてですね、ブラック系のパンツに対してブラックのスニーカーって僕は合わせないんですね。これなぜかというと、そちらの方が足長効果が出るわけなんですね。ボトムスと靴が一体化するので、足として認識される範囲が長くなるので、足長効果はあるんだけども、ただスタイルとしてはちょっと退屈さを感じてしまうので、まあ、ブラックのボトムスと靴の組み合わせはしなかったんですけども、黒サンバって結構優秀なのが、この白いラインが入ってたりだとか、かかとの部分にも白いパーツが使われていたりだとか、サンバのゴールドの文字だとか、あとはタンの部分にもちょっとブルー系が使われたりするので、ブラック単色というわけではなくて、意外とですね、ホワイトの部分が効いてるので、ブラック系のパンツと履いても退屈に感じられないんですね。それでいて汚れもですね、目立ちづらいですし、くたびれたぐらいがちょうど良かったりするので、黒サンバはかなり愛用しています。もちろん白系のサンバも持っていて、その2つをですね、結構回してるぐらいで、最近は間に合ってしまってるぐらいなんですね。なので、まあ、サンバ一押ししたいんですが、なかなか在庫が安定しないんですね。最近ではセレクトショップのオンラインサイトの中でもちょこちょこと見かけるようになって、タイミング良ければ買うことができるので、まあ、ぜひ皆さんもですね、運良ければサンバミニマリストの方にもめちゃくちゃよく合います。一回買ってしまえば長く使えると思いますね。それはもうこれは定番的な位置づけでもありますし、くたびれてからがかっこよかったりするので、サンバの黒も最初の新品の状態よりもくたびれてきた今の方がよっぽど愛着も湧いてるし、かっこよく感じてるので、まあそういった長い視点でも使いやすいです。で、手に入れやすいとこで言うと BW アーミーですね。これですらもやっぱりなかなか希少性は高くてですね、在庫安定しないかなと思うんですが、このあたりはまず間違いがないかなと思うので、まあミニマリスト系のアイテムとしてこのようなアディダスですね、ちょっとこう皆さんにも推したいアイテムかなと思います。ちなみに先ほどご紹介したローワーケースとグラミチのボトムスに関しては、裾幅がややテーパードかかっているので細めになってですね、まあ、すごい細いわけではないんですが、そういった細めのですね、裾幅のものにニューバランスって意外と相性が悪かったりするんですね。微妙にですね、こう裾の部分が乗っかってハマりが悪かったりするんですが、まあ、そういったボトムスにはやっぱりこういったシンプルなローテック系スニーカーですね、まあ、甲の高さもないものがバチッとハマりますので、まあ、ぜひ皆さんも改めてチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではミニマリストの冬服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、僕はミニマリストではありません。僕がもし仮にですねミニマリストだとしたら、まあ、このあたりのアイテムを買いたいなということで、結構具体的にアイテムをご紹介させていただきました。一部私物もですね入っていたかなと思うんですが、まあ、僕自身ですね結構冬の着こなしもそんなに量はたくさん持たないで私服はですね回しています。まあ、仕事の時にはいろんな着こなしをするわけなんですけども、プライベートは結構地味にですねシンプルに過ごしているわけなんですけども、今回ご紹介したようなアイテムですね、皆さんの今後のアイテム選びの少しでも参考になったら嬉しいなと思っています。まあ、少数精鋭で物を選ぶ時のポイントなんですけども、もちろんユニクロとか GU グローバルワークとか無印良品、このあたりも一部使うのはいいと思うんですが、全身をそのようなあたりで買い揃えてしまうと、やっぱりですね少数精鋭で同じようなものを着てるとやっぱり飽きちゃうし気分が上がらないんですね。なので、まあ、主役級のアウターだとかそういったものにはしっかりと投資をしてみるだとか、靴とかそういったものも長く使うので安く済ませないだとか、まあ、そういったところにこだわってもらえれば結構メリハリが効いて少数精鋭でも楽しめるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、今回の動画気に入っていただけたらぜひですねコメントですとか、まあ、いいねボタン残していただければですね、また来期以降もですねミニマリストのシリーズできるかなと思うので、ぜひご協力いただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、結構今回ご紹介したようなダイワピュアだとかローワーケースとグラミッチのボトムスだとか、このあたりなんかも早い段階で買った時にですねご紹介してたりしたんですが、まあ、こういったマニアックな情報に関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で皆さんにお伝えをしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信やっていまして、皆さんのご質問にですねお答えをしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムを毎日皆さんにお届けをしています。まあ、僕も記事を書いていますが、僕以外の専門家スタイリストの人もですね記事を書いてくれていますし、また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、結構ですねワイワイ楽しくいろんな記事が見られるようなコンテンツになってますので、気になる方はですねこちらも動画下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。